どうも、くまき音楽のくまき先生です。本日は春を告げるという曲をやっていきたいと思います。このチャンネルではギター弾き語りやっておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では本題入っていきましょう。ギター弾き語りやってるって言っちゃいましたけど、講座をやってるっていうチャンネルですね。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、今回は春を告げるという曲がありますので、それをやっていきたいと思います。リクエストアンケートでね、1位だったということでね、やっていくんですが、一番最初にお知らせしておきます。こちらの曲はですね、半音下げで今回やっていきます。半音下げチューニングっていうやつですね。つまりですね、僕のギター今もう半音下げになってるんですが、各弦をレギュラーチューニングと言われる、そのいわゆる普通のチューニングから半音下げたチューニングにしております。具体的に言うとですね、一番上の弦、つまり6弦、この弦が D シャープです。 D シャープ、あのチューナーとか使ってね、チューニングする方ほとんどいらっしゃると思うんですけど、そこの表示が D シャープになるように合わせます。だから下げるんですよね、音をね。この音です。この音にしてみてください。そして5弦が G シャープになります。 G シャープ。そして4弦は C シャープです。 D を半音下げるので C シャープになるんですけどね。そして3弦は F シャープ、F シャープです。そして2弦が A シャープです。そして1弦が D シャープになります。各弦をそのように揃えていただきます。そうすると半音下げチューニングとなりまして、まあ、いわゆるですね、マイナス1の状態、レギュラーチューニングに比べて、まあ、カラオケでいうキーマイナス1の状態が簡単に作ることができるんですね。でその結果、簡単なコードでこの曲も弾くことができるようになってくるわけです。ただですね、まあ後でね詳しく言いますが、この曲カポも必須になります。カポも使うんですね。なんでかっていうと、途中で転調するからです。その転調具合も半音の転調なので、カポを使ってやっていかない場合はバレーコードになっちゃうんですよね。つまりいいのかみたいな感じでですね、今バレーコードになってましたよね、僕ね、っていう感じですね。本来はそうやって転調していくものなんです。ただですね、初心者の方はバレーコード、この講座の中でね、バレーコード使わないっていうルールがありますので、まあ、僕が勝手に作ったルールですけど、なので、カポを使ってね、カポを1にセットしてやると。この前日にお手本弾きとカバーを上げておりますので、そちら見ていただくと実際にどうやってんのかっていうのが分かるかと思います。ですので、そちらもチェックしていただけますと幸いです。では登場コードから見ていきましょう。半音下げチューニングでいきます。あ、ちなみに山さんの原曲キーに合わせたいんだったら半音下げがおすすめですけど、そうじゃない場合はレギュラーチューニングでやっても OK です。その場合は山さんのキーのプラス1になります。だからちょっと高くなるってことですね。しかも転調もするので、なかなか高くて厳しいんじゃないかなと思いますが、それでもできますよって話でした。では登場コードです。 C メジャー7、このコードよく出てきます。そして B7、いきなりね指4本使ったコードなんですが、この曲はね B7 避けられないんですよね。だから B7 を、この機会に習得しておくのはおすすめですが、最初は Bm7 っていうのを覚えるといいです。この曲でも Bm7 出てきますので紹介しておきますね。 Bm7、B7 と Bm7 ってその画像を見ていただくと分かるんですけど、押さえ方似てるんですよね。B7 は Bm7 に人差し指を加えたバージョンになるわけですね。なのでですね、まずは Bm7 からやっとくといいです。なんでかっていうと、3本指で押さえられるからですね。で Bm7 慣れてったら、そこにそっと人差し指を加えます。そうすることによって弾けるようになる可能性は高いですね。そして Em7、 Dm7、 GAm7、 そして Bb なんですが、こちら代用コードにします。 Bb、 これです。6フレットを基準とした Bb ですね。で本来の Bb っていうのはバレーコードです。これだったりとか、これだったり、いろいろありますが、まあ、今回はこの Bb の代用バージョン、下3弦を弾けばいいっていうね、1、2、3弦ですね、1、2、3弦を弾けばいいので、まあ比較的分かりやすいかなと思うので、Bb こちらで
代用していくということですね。バレーコードができるようになったら、まあ、それこそねギター筋っていうねこう抑える力、まあ、僕ギター筋って呼んでますけど、そのギター筋がついたら、うん、挑戦してみるといいと思います。それまではこれで、うん、代用するっていうのがおすすめですね。やっぱギターね弾いていかないとギター筋って身についていかないんですよね。でバレーコードに挫折する人ってもうバレーコードが嫌すぎてバレーコードができないからやめようってなる人って多いみたいですね。僕の生徒でもそれで一回やめてましたみたいな人もいましたし、友達でも結構いましたね。なのでこういう講座を作ろうと思ったんですけどね。ということで以上が登場コードになります。ではここから右手、つまりストロークですねを解説していきたいと思います。まず一番最初どんな感じか、これサビ始まりなんですよね。お手本弾きの方ではね C メロっていう風に表現しております。サビを大体僕 C ってするんですけど、うん、まあそういう感じですね。じゃあどうやるかっていうと、最初こうです。はい、ということですね、まあ、つまりですね、タン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 うんタンタン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 うんっていう風になってますよってことですね。だからこれをにコードを合わせると、タンタンうん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 になるわけですね。これで頭のサビをやっていきましょう。タンタンうん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 、でここには誰もいないからでイントロに入っていくわけですよね。でそこなんですが、そこからこの曲の基本ストロークになってきます。どういうものかっていうと、つまりタンタンツカツカトンタンツカ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 という風になっていくってことですね。だから基本のストロークはタンタンツカツカトンタンツカ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 っていう風になるってことになります。早いんですよね。特に難しいポイントは1小節に3つのコードがあるところですね。具体的に言うと、Em7 Dm7 G っていうところですね。ここが難しいかと思いますが、最初はやっぱりゆっくりやるのがいいですね。 Em7 Dm7 G Cm7 ガツカトンバンズガタンっていう風に続いていくわけですので、まずはゆっくりやるっていうのがいいですね。これがイントロ部分になります。そしてこの A メロなんですが、実はイントロの延長でできます。つまりタンタンツカツカトンタンツカっていきますよってことですね。つまりタンツカツカトンタンツカトンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンタンツカタンみたいな感じですね。ただこの A メロをミュートを交えてやっていくとよりかっこよくなっていくわけですね。ミュートっていうのは、まあ僕この曲の場合は右手の腹で軽く押さえながら弾くって感じですね。つまりみたいな感じですね。あの音がなんつうんですか、小音になったじゃないですか、ちっちゃくなったじゃないですか。これ何やってるかというと腹で押さえてるってことですね。なんでかというと A メロっていうのはこの曲の始まりだったりするので、その曲の始まりを全力でいきなりこうやって弾くのもかっこいいですけどね、この曲の場合はね。ですけど、まあわざわざそうする必要もないのかなと思うので、もうちょっと静かにやりたいよっていう人は腹を置きながら、手の腹を置きながらみたいな感じでね弾いてあげると割と静かになりますね。ただ基本のストロークはタンタンツカツカトンタンツカになるという認識を持っていただけますと幸いです。そして B メロ、この B メロはダウン多めがいいですね。つまりタン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 っていう風にタン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 っていう風にダウンだけでやるのがいいですよってことですね。ただこの時ですね、僕みたいにこうなんかビタって止まってるの分かりますか、音が。これがダウンだけ、本当にダウンだけにすると、っていう風になるんですよね。この違いと
の違いはどこで生まれてるのかっていうと、これもやっぱり右手の腹のミュートになるわけですね。ただこれ初心者向けとはちょっと逸脱してしまうので、まあプラスワン情報としてね、ここでお話はしておきますが、完璧に再現しようとしなくて全然いいです。ギターに慣れてったら割と自然にできるようになってきますね。僕の場合はそうでしたし、僕が教えてきた生徒でもやっぱ余裕ができるとできるようになるんですよね。そういうパターン多かったので、まずはでサビ前のところ B フラットが出てくるところがあるんですが、まあ詳しくはね音弾きとかカバー見てもらいたいんですけど、そこの部分はストロークに戻します。つまりでサビに入っていくわけですね。つまり今の部分ですね、 B フラット A マイナス B セブンでサビに入っていくわけです。かっこいいですねこの曲ね。でサビですが、サビはタンタンツカツカトンタンツカか、もしくはタンタンタンツカツカトンタンツカタンタンタンツカツカトンタンツカがいいと思います。つまりタンタンタンツカツカトンタンツカ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 、さっき紹介していたタンタンツカツカトン似てるんですけど、まあタンタンっていう風、タンの数が違いますよって話になってきますね。そのぐらいです。どっち使ってもいいです。僕は本当にどっちでもいいかなと思ってますね。手が自然に動く方を選ぶといいと思います。まずはでもゆっくりですよ。まずはゆっくり。いずれにせよ。ゆっくりやりましょう。このぐらいゆっくりでいいです。まあ、好きにやっていただくといいと思いますね。ただ好き放題やるためにもまずは基礎って大事なので、基礎はやっぱりゆっくりやることなのでね、ぜひゆっくりやってみてほしいなと思います。そして感想、つまりこれってイントロと同じなんですよ。で感想はイントロと同じようにやっていきましょう。そして2番の A メロなんですが、みたいにやっぱり適宜ミュートを入れていくっていうのはかっこいいですし、この A メロ確か結構静かになっていくと思うんですよね。だからダウンストロークだけっていうのもいいです。つまりこうやってダウンだけで、途中からタンタンツカツカトンタンツカに戻してあげると、まあよりメリハリついてかっこいいなっていう印象ありますね。でまた感想があるわけですね。この感想はイントロと同じです。その後アカペラがあるわけじゃないですか。アカペラの部分、まあいわゆる落ちサビみたいなところですかね。演奏しない方がいいです。そこは演奏しないでこうやる、なんなら手拍子でもいいですね、ライブとかだったら。うん、まあ何かしらでね、とにかくギター弾かないで歌に専念しましょう。ここはで開幕戦打ち上げてのところは弾いていきます。タンタンツカツカトンタンツカで、その後がね転調するんでね、ここちょっと言っときますね。ここで普通にサビありますよね。ここで止めて転調してっていう風にサビをやるのが僕はおすすめしたいです。つまりですね Em7 のところがあるんです。詳しくはね前日に投稿したお手本弾き見てもらいたいんですが、そこの部分ねピタって止めるんです。しっかり止めて、止めた上で落ち着いてこうやってカポ1につけるってことですね。だからこれするんだったら僕がね概要欄に貼ってありますおすすめのカポっていうのが、それクリップ式のやつなんですよ。なのでそれをカポとしてはチョイスしておくといいですね。これほんと一生使えるんでね、1本持っとくといいですね。楽器屋にも普通に売ってますんで、ポイントとしてはとにかくピタッて止めてカポ1にするということです。だからここでもう滑ったらできないってことなんで、まあひとまずの応急処置としてピタッて止めてつけてやっていくのをやりつつ、だけどバレエコードは練習しとくといいですね。つまりなったらそれができるようになるまではこのカポで、まあ邪道っちゃ邪道なんですけど、やっていくのは全然いいと思う。でも人によってはライブでこういうことやったり普通にあるので、まあ邪道もですねみんながやるようになったら王道になるのでね、あまりそこはこだわらず自分のギターの成長のために使ってほしいなと思います、時間をね。で最後はサビを演奏して終わりということになりますね。じゃあ実際にどんな感じでやってんのかっていうのは、この前日に上げているカバー動画とかお手本弾き、これね一つにまとめてるんですよ、カバーとお手本をね。なのでそちらを見ていただくと、歌ってる場合とか
弾いてる場合とかっていうのが分かりやすいかと思いますので、そちらもチェックしていただけますと幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。僕はリクエストアンケートやオンラインサロンというのをやっています。リクエストアンケートっていうのはもう皆さんでこの講座にする曲を決めてるんですよね。1位2位を YouTube で、3位はオンラインサロン限定の未公開講座っていう風にしてます。なのでオンラインサロンはそういう未公開講座が集まっている場所なんだって思っていただくといいかと思います。未公開講座に興味がある方はぜひオンラインサロンも見ていただけますと幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。熊木先生でした。応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あればぜひお気軽に連絡をください。